こんばんは、松本のりひこです。第4夜はですね、これですね、これ、僕が中学生、高校生の時ですね、このビートルズのこの楽譜で、曲を覚えたり、コードを覚えたりね、したわけですよね。もう裏もこう、もう剥がれ落ちちゃってね、もうパラパラの状態でね、まあ、この一冊でですね、どれだけ楽しい思いができたか、ね、ということですね。で、まあ、この、当時は結構コード進行が間違ってるのがありましたね。だからそれも自分でこう、コード、正しいコードを、考えてね、やったり、また、当時はそのビートルズが他のアーティストの、曲をカバーしたり、した曲、ベイビーツリーとかアンナとかそういう曲はなかったですね。だから、自分で耳コピーしてね、当時はレコードでしたからね、こうやってもう何回も何十回も同じとこをかけましてね、結構根気でいる作業でしたね。だからこういう、まあ、ティールズやウォーズやったら、こういうことなんですね。これ、自分でこう、耳こびで、自分で作ったコードなんですよね。ところがまあ、これは、後から分かったことなんですけど、E の9というコードらしいんですよね。そういう自分でね、見つけられた時っていうのはすごく嬉しくって、本当に楽しい思い出だったと思います。それではですね、今、お願いしました、Tears Ya Was You をやってみたいと思います。So there was you. There was a bird in the sky, but I never saw the raining. No, I never saw the return.では、皆さん、良い夢を。